5月青森県弘前市で津軽三味線の全国大会が開かれました。若手実力日本一を決めるこの大会はプロとしての活躍を夢見る若い弾き手の登竜門になっています。大会は今年で9回目出場者も年々増え続けています。津軽三味線の本場津軽の出身で今年優勝を狙うのが渋谷和夫さん19歳。去年の大会では準優勝に輝いた実力の持ち主です。この渋谷さんの前に立ちはだかるのが神奈川県からやってきた橋本和彦さん26歳。今回初出場ながら優勝候補の一人に挙げられています。実力伯仲のこの二人が津軽を代表するジョンカラ節でぶつかり合うことになったのです。岩木山の裾野に広がる津軽平野、一面リンゴ畑ののどかなところです。ここが津軽三味線のふるさとです。大会10日前、渋谷さんはおばさんのリンゴ園にやってきました。おっちゃん、来たじゃん。渋谷さんは週に一度ここで三味線の練習をするのです。だいぶ上手になったべ。どうも、まだ前ねな。まだ前ね。まだ寒いだから大丈夫だべ、うん、今度今度ほら、3日の日大会やるんだって。うん、大会の、うん、頑張りゃダメだよ、うん、今年は頑張って、うんうん、日本一になればいいか。いいな、うん、この5年間というもの、地元青森から優勝者が出ていません。津軽の人たちは渋谷さんに今年こそ王座を取り戻してほしいという願いを託しています。渋谷さんは聞く人が津軽の風景を思い浮かべてくれるような味のある津軽三味線を目指しています。まあ自分の心の中でね、なんつうんだ、津軽って感じの心がこう疲れって感じで、ザワザワザワってこう来る感じですね、うん、まあ岩木山に向かって三味線弾いてね、頂上に上がるぞって感じの、うん、今回もね、大会にはやっぱり頂上に上がらないとやっぱりね、ダメですから、もう頂上を目指して頑張りたいと思います。弘前市内にある民謡酒場が渋谷さんの修行の場です。19です。渋谷さんは4年前
中学卒業と同時に山田千里さんに弟子入りしました。現在師匠の民謡酒場を手伝いながらプロを目指して修行しています。山田千里さん58歳、津軽を代表する三味線奏者です。山田さんはふるさと津軽に根を下ろし、レコーディングや演奏会など幅広く活躍しています。この民謡酒場は一人でも多くの人に本場の津軽三味線を聴いてもらおうと始めました。お客さんの反応がすぐに伝わってくる民謡酒場での演奏は渋谷さんにとってとても大切な鍛錬の場なのです。小さな音楽を探ってきて、あの高くあの山下がってくるパッとこないおどしでみんなでやってみてさ、津軽三味線の弾き手は津軽にいてこそ本物の味が出せるというのが山田さんの持論です。山田さんは渋谷さんにふるさと津軽にこだわってほしいと思っているのです。渋谷さんのライバル橋本和彦さんは東京で活躍する澤田克明さんの付き人をしています。はい、急げよ。はい、この日は民謡番組の収録です。橋本さんが津軽三味線と出会ったのは中学1年の時でした。演奏会で初めて聞いた津軽三味線の迫力に強く惹かれたといいます。その時演奏していたのが師匠の澤田克明さんでした。澤田克明さんは青森県弘前市の出身です。音が悪いんだよな。だからやる前に必ずあの1番全部3番みんな取っ換えれば、はい、音の伸びもいいし。澤田さんが活躍の場を求めて上京したのは20歳の時でした。今や東京を切っての引き手としてテレビやステージなど忙しいスケジュールに追われています。橋本さんが澤田さんの下で修行を始めてもう13年になります。橋本さんは澤田さんの弟子の中でも1、2を争う引き手に成長しました。やっぱ早く僕も一人で
先生みたいに、こういう仕事をやれるようになりたいですね。今度の大会で、優勝して、ステップにしてこれから頑張りたいと思います。橋本さんは鏡に向かい合って稽古をします。正しい姿勢で弾いているか確かめるためです。しっかりしたテクニックが素晴らしい演奏を生むと考える橋本さんは、正確な指使いとバチさばきに力を入れてきました。これまでにない都会的で洗練された津軽三味線、これが橋本さんの目標です。今はもう日本全国でね、津軽三味線やってる方多いと思うんですよね。青森は中心ですけど、もちろん津軽三味線ができたところで中心だとは思うんですけど、でも東京流というか、少しでもなんか東京流の味を逆に出せたらまたいいと思うんですけどね。橋本さんは週に2回師匠と一緒に出張稽古に出かけます。首都圏にある澤田さんの三味線教室は50箇所にも上ります。皆さんやってみましょう。澤田さんの教室の弟子だけでも1600人、今や首都圏の津軽三味線人口は3万人を超えると言われています。橋本さんのように都会育ちでプロを目指す若者も増えています。東京が多いね。多い多い。どういった仕事が？パーティーとかね、パーティーそういう仕事多いですよ。それから舞台発表会とかね、民謡の発表会なんとか、誰かのリサイタルとかね、そういうのが結構多いですよ。できなかったね、はっきり言ってね、やっぱ東京の方が仕事いっぱいあるからね。やっぱり東京は憧れてきたんだけど、だから短くて評判になって金になるとか東京なんですよ。だからそれ全部あれ、の先輩はじめ我々の同じ年代の頃の小出水供養勝人はほとんど東京行っちゃったわけだ。いや途中にはああみんな行ってしまうと津軽のこの文化がなくなると、我々の三味線がみんな東京へ行ってしまうと、地元で本当の津軽弁で喋ってやってるものがなくなるんだと。弘前市はかつては津軽三味線のプロを目指す若者たちが集まってくる町でした。はい、山田さんは一時は50人の弟子を教えていたこともありましたが、
今では12人しかいません。プロを志す若者が減ったことも大会で負け続けている理由の一つです。まあ東京に行くとやっぱり東京のごちゃごちゃごちゃしてね、ちゃんとやっぱり津軽三味線って感じの音が出るんでないな。こっちにいる時と違ってくる？うん、やっぱり東京流は東京流の波のね、やっぱりリズムとかも全然違ってくるしね。やっぱりこっちだったらやっぱりこう津軽弁を言ってるような感じのリズムだからね。だんだとかさ、こんだんだとかさ。これなんですよ。渋谷さんが大切にしている宝物があります。津軽三味線の名人と呼ばれた人たちのレコードです。50年も前に録音されたものです。それにしても全部古いレコードだきゃねは。巻き方が足りなかったかな。足りなかったかな。ちょっと待って、うん、津軽の村から村へ旅をしながら芸を磨いていったかつての名人たちの音色、これこそが渋谷さんが目指す津軽三味線なのです。橋本さんは津軽三味線の新しい音を追求しています。今までのいろんな人いたからいろんな研究した人もいるんでしょうけど、奏法の仕方、奏法っていうのがだいたい決まってたと思うんですよね。だから今度違う研究したら違う奏法がまた見つかるかもしれないなと思ってみたりとか、それこそあれですよ、夢ですけどね、
海外に行って、外人のお客さんに三味線聞かせて、今まで津軽三味線ってこういうもんだと思ってたけど、こういうこともできるんだなっていうのをね、生かしてるじゃんっていうようなね、うん、そんなようなまた違った見方をしてもらいたいなっていうか、津軽のやっぱり心とね、やっぱり津軽のなんつうんだ、かまりっていうかね、そういう臭さ、まあ津軽に生まれてやっぱり津軽の人じゃなきゃできないんじゃないかなと思う呼んだんですよね、津軽三味線っていうのは。大会一週間前になりました。いつものように店の買い出しに出かける渋谷さんの表情にあまり変わりはありません。しかし大会が近づくにつれ、町の人たちの渋谷さんに対する期待は日増しに高まってきています。どうも、前島様。前島家族頑張ってる？しゃべせばくだった？いやいや、ご賞を願います。乾杯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 。頑張ってね。渋谷さんを応援する地元の人たちが優勝を祈って激励会を開いてくれました。なんとか今回はね、まあ、いつも他県からね、他県から来てみんな一致みんな持っていくんですよ。歌の方でもね、歌の方でも三味線でもみんな他県の方から来てね、一致も持っていくと。まあそれに比べて、まあ本当に青森は本当にこの民謡のね、このあれでね、地元でね、こう三味線の地元であってで、もう他県の方に持っていかれるっていうのは本当に悔しくてね、聞いても面白くなくてね、うん。まあ今まで屈辱を味わってきた分岐で、思いっきりこう話してもらう意味でも頑張ってもらいたいなと。5年間も津軽からまず優勝者が出なくてね、本当に悔しいけども、今年こそは必ずと言うのかな必ず
日本一目指して頑張りますんで、よろしくお願いします。大会3日前、渋谷さんの練習も一段と激しくなってきました。店が終わってからの練習は深夜3時にまで及びます。ところが、思わぬことが起きてしまったのです。すみません、おう兄さん、これなんとか三味線破れてまってさ、これあれなんとか何でかな、そういうよ、こう破れてさ、おう破れてしまったのね。あら、ちゃんだいねえな。今のはいつまでできればいいんですよ。大会まで。昨日の大会さてはる三味線ティーバー川はるに、ただ普通に張っておかないにして少し強く跳ねはねし、そう急にバッティも普通の川だなもう張ってきるできるけど、大会さてはるとかってちょっと無理があるな。うん、そうでしょう。うん。大会までに修理は間に合わないというのが職人さんの結論でした。え、三味線破れたの？三味線破れって言うね、三味線なんか破れてよ。お、いくやきだ、破れたでは。え？これ腰やったら？え？このよく出てこ。入ってこの声でね。結局、師匠愛用の三味線を借りることになりました。しかし、今からわずか2日間でこの三味線を自分の手に馴染ませなければなりません。一方、橋本さんは連日4時間を超える猛練習に耐え、順調な仕上がりを見せていました。したんだからさ、まあ切れ先って頑張ってこいよ。はい、ね、頑張ってきます。大会前夜、渋谷さんは念入りに三味線の手入れをし、優勝への願いを込めました。明日よく、まあ、音が出てよく壺を間違えないようにしてね、そういうとこを注意してとか感じで、ね、頑張ってくれよって感じで、三味線にも明日一緒にやろうなって、舞台で目指すは優勝のみ。いよいよ津軽三味線全国大会当日です。
今年の出場者は60人を超えました。そのうちの半数が首都圏勢で占められました。もう風呂肌入って調子の方は調子は、今のところまだ緊張してないですね。このまま、このまま緊張しないで行きたいですね。渋谷さんも姿を見せました。橋本さんのコンディションは万全。一方、渋谷さんは2日前に師匠から三味線を借りたばかり。まだ十分に手に馴染んでいません。午前10時、全国大会の始まりです。60人の引き手がジョンカラ節でその腕を競います。審査のポイントは演奏技術、味、そして節回しです。優勝の呼び声高い橋本さんの演奏です。名手澤田勝明さんに鍛えられた腕が初めて津軽に披露されるのです。
そどうでした？やっぱ緊張しますね。出来栄えとしてはどんな感じでした？ちょっといまいちですね。次はちょっとだいぶありますね。やっぱプレッシャーが思ったよりかかって、なんか自分人の手みたいな感じになっちゃう。さあ、いよいよ渋谷さんの出番です。それは何、自分で作ったの？これ、お客さんからもらった去年もつけたんです。こんにちは。渋谷和夫君でございますね。ひねりと鉢巻きを締めまして頑張るぞという感じでございますが、はい、よろしくお願いいたします。ダメだった。まあいいんじゃないかな。まあまあでしょう。どうかな、自分の思い通りやれた？うん。
良くないね、ちょっと自分も、何回も使ったことあるって感じでね。全体的にはどうかな。まあ全体的だったらば、まあ、点数的には自分でやっとけない60点くらいしかない。8時間に及んだ熱戦も終わりました。全員お出になりましたでしょうか。今年の津軽三味線日本一の発表です。それでは発表させていただきます。準チャンピオン29番橋本和彦さん、チャンピオンが17番渋谷和夫さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。6年ぶりに津軽三味線日本一の王座が津軽に戻ってきました。戦いは終わりました。しかし津軽の音を追い求める渋谷さんの挑戦は始まったばかりです。子供たちは夢を見たい。